皆さんどうも、今回は J1 第31節、京都さんが FC とガンバ大阪について振り返っていきますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速やっていきましょう。えー、この試合は本当に激闘だったんじゃないかなと思います。まあ、速さとプレッシングで、しっかりとガンバ大阪を閉じ込めようとしていた京都さんが FC と、ガンバはそれを回避するために、うまく攻撃を仕掛けていくことを考えながら、サッカーを進めていたんじゃないかなと思います。まあ、お互いに、この試合かなりスペースが、 多く生まれて速さを取り続けた一戦だったんで本当にきつかったと思うんですけどまあ、見る側からすると本当にスリリングで面白い一戦だったんじゃないかなと思いますじゃあどのような試合展開になっていたのかなぜこのような試合展開になったのかこちらについて振り返ってみようと思います、えー、やっぱりまず触れていきたいのは 京都のハイプレスですで。京都のハイプレスなんですが基本的にエリアス選手とトゥーリオ選手が外側から覗くことでセンターバックに制限をかけていくことが多かったかなと思いますで原選手はサイドバックの岸本選手を見ながら川崎選手が三藤選手と倉川選手の2枚をしっかりと管理することから守備を始めていきます。で基本的に、えー、京都はここの迎撃エリアをうまく設定していてここに入ってくるボール 選手を潰していくことってそのまま前に出ていくことを考えているんじゃないかなと思いますで、この試合もそれを例外なく行っていくんですがで基本的に京都は外側に経由させないような プレッシングをかけていくんですけど、だから、市森選手だったり、福岡選手、彼らにボールが入った時に、こういう風なパスを送らせることが多かったです。で、下のパスにしろ、上のパスにしろ、この宇佐美選手だったり、山田選手、ここにボールが入った瞬間の宮本選手、鈴木選手、まあ、特に宮本選手の迎撃のうまさっていうのは、この試合も光っていましたし、そのためにこの手前を潰していくことの守備のうまさっていうのも、京都はこの試合、 しししっかかりとと押し出していいいたんじゃないかなと思います、まあ、だからここでボールを回収することができれば川崎選手、平戸選手、原選手、エリアス選手、トゥーリオ選手の5枚でしっかりと攻撃を仕掛けていくことができますしこの攻撃を仕掛けている間に佐藤選手、福田選手がこういうふうに上がっていくことでさらなる厚みっていうのも加えることができていたんじゃないかなと思います、まあ、ガンバからすると手前が潰されることが多かったんでどうしても 飛ばすパス、上のパスだったり下のパスでも中盤省略するようなパスが多くなってしまってで山田選手、宇佐美選手が降りてくること、まあ、出口になることが多くなるんでそこを狙われてしまったかなと思います、まあ、ですが徹底的にガンバ大阪が最初を狙ったのはやっぱりこの背後のスペースですでこの背後のスペースをなんで狙ったかっていうと宮本選手や鈴木選手彼らが宇佐美選手、山田選手についていくことが多いんで どうしても、京都からすると、ここの段差は生まれて、背後が大きく空いてくることが多くなっていきます。まあ、だから、山下選手ってレウェルトン選手、彼らがこういうふうに背後に抜け出していくことによって、ディフェンスラインを押し下げることっていうのは、叶っていたんじゃないかなと思います。で、一つ、ガンバ大阪の課題として、こういうふうに福田選手だったり、佐藤選手を、ウィングで押し下げた先の、ここのエリアをどのように使っていくかっていうのは、ポイントとして、この試合あったんじゃないかなと思います。で、最近の、 ガンバ大阪はサイドバックをここまで上げることが多くなっていてでそれに付随するこのサイドバックの背後のスペースをどのように埋めていくのかっていうのもガンバ大阪の一つの課題として残っているんじゃないかなと思います、まあ、ですが最初は徹底的にここの背後のスペースを狙いながら京都のプレッシングを止めることに成功していましたし京都はかなりリスクを負いながらハイプレスを仕掛けることっていうのを ビビらずにやっていたんで、かなり面白い一戦になったんじゃないかなと思います。まあ、ですけど、やっぱりサッカーはハイプレスばかりで、試合を進めれるほど甘くないスポーツで、で、京都はサイドバックに逃げられた時、まあ、もしくはセンターバックに制限がしっかりとかからなかった時には、まあ、このようにミドルブロックを引くことが多くなっていきます。で、この451から442に 移行するためのミドルブロックで,で4 4 2でプレッシングをかけるときに初めてそこからまたハイプレスを仕掛けることができるんですがでそこの準備として4 5 1で構えることが多くなっていきますで。基本的には佐藤選手、福田選手、彼らは山下選手やウェルトン選手ウイングのマークを基本的に行いながら。 サイドバックの選手岸本選手だったり黒川選手彼らにはトゥーリオ選手原選手を押し下げること、まあ、完全なマンツーでしっかりと管理させることを行っていきますでインサイドハーフはセンターハーフをしっかりとマークすることって中谷選手福岡選手彼らがボールを持てるような状況を作り出していきます、まあ、当然なんですけど山田選手宇佐美選手ここには鈴木選手宮本選手福岡選手でしっかりと管理していくことで、えっと、守備を始めていきますじゃあどのようにボールを回収するかっていう とえっ、ー、と基本的にやっぱりここの中谷選手と福岡選手彼らを放置するまあ、もしくはある程度ボールを持たせることを行っていくんでこのセンターハーフの鈴木選手という水戸選手とのやり取りが多くなっていきますでこのやり取りが行われた時に平戸選手がこういう風にセンターバックまで出ていくことまあ、インサイドハーフがセンターバックまで出ていくことで全体のプレスのスイッチが入っていきますでそうなると鈴木選手が不利になってくるんですがここにはしっかり 福岡選手が出ていくことで、センターハーフを捕まえつつ、44人のプレッシングに切り替えていきます。で、この44人のプレッシングに切り替えた瞬間に奪いどころとして、やっぱりここのセンターハーフのところと、えー、ここのサイドバックのところでしっかりボールを回収することを 京都は考えていたんじゃないかなと思います。ここの451から442へのプレスの移行っていうのはかなりスムーズだと思いますし、まあ欲を出さずにセンターバックに制限がかかってない時、サイドバックに逃げられた時っていうのはしっかり一度下がることを行えるようになったんで、守備が安定したんではないかなと思います。だからハイプレスをしっかりと押し出せるようになったと思いますし、まあそれによってこの試合もガンバ大阪を苦しめることっていうのは叶っていたと思います。んで、 対するガンバ大阪なんですけど、まあこのように鈴木選手が一つ列上げを行っていくことで、プレス、ミドルブロックを回避していくことは叶っていました。で、これ後半からかなり行われていたことで山田選手やってる宇佐美選手、彼らが列を下げといて、鈴木選手がこういうふうに列を上げていくことによって、ここのエリアでボールを引き取れることっていうのは叶っていたんじゃないかなと思います。まあだからこれを行われたときに、 京都からすると一度押し下げないといけなくなりますし、この押し下げるためのドリブルだったり持ち出しっていうのは、三藤選手も鈴木選手もできていて、まあ、だからこそサイドバックが安全に上がれることっていうのは叶っていたんじゃないかなと思います。で、このディフェンスラインを下げさせるドリブルを何度も何度も行ったことによって、京都は少し押し下げられてしまうんですが、ボールを奪う方法っていうのも持っていて、その方法が、サイドバックに対して岸本選手、福岡選手、佐藤選手、まあ、ここで ブロックを作ること、まあ、閉じ込めていくこと、もしくはここからクロスを上げさせた時に、まあ、弾き返すことっていうのを行っていきます。で、冒頭にも触れたようにガンバ大阪の一つの課題として挙げられるのが上がったサイドバックの背後をどのように管理していくかっていうのは本当にガンバ大阪からすると考えなければならないところなんじゃないかなと思います。まあ、少し勝てなくなってからサイドバックを上げることが多くなってきたんですが、まあ、これはきっと攻撃力を さらに高めるため、攻撃の厚みを加えるために、サイドバックを上げることが多くなったんですけど、まあその分、やっぱりカウンターを食らう回数っていうのはかなり多くなっていて、まあこの日の京都の2点目なんかは、ここのサイドバックの背後を使っていくことで、京都はゴールまで迫ることができていましたし、対するガンバ大阪は、 そこをまた使われて失点してしまったっていう試合だったんじゃないかなと思います。まあだから京都からすると積極的にここのサイドバックの背後を使えるようなボールを出していましたし、そこに走り込むのが原選手だったりトゥーリオ選手、まあもしくはエリアス選手がしっかりとキープをしながら全体のプッシュアップを待っていましたし、まあここの3トップが 時間を作ること、時間とスペースの負債をしっかりと背負うことができるんで、だからこそガンバ大阪の攻撃を抑えつつ、カウンターに出ることっていうのは叶っていたんじゃないかなと思います。まあ、かなりお互いに、えー、ボールが行き来する展開で、まあ、中盤が空くことは多かったんですけど、 ま、そこのスペースをどのように使っていくのかっていうのが、まあ、お互いにチームカラーのもと違うんで、まあ、かなり面白い一戦でしたし、まあ、どのように攻撃を仕掛けていくのか、まあ、どのようにゴールまで迫っていくのかっていうのも違った形で見えた一戦で、とても面白かったんで、ぜひ皆さんこの試合も見返してみてください。本日も長々と喋らせていただけましたが、今日はこの辺りで終わろうと思います。チャンネル登録と高評価もしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ